こんにちは、マクシン鉄道チャンネルです。本日の動画のテーマは、相鉄線の海老名駅から新横浜駅に行くことへの認識すべきこと3点についてお話ししたいと思います。まず結論から言いますと3つありまして、1つ目はどの列車に乗っていいのか、早く着くのかわからない場合は来た電車に乗ってまずは西谷駅まで行くということ。2つ目は新横浜駅は JR 線の駅という神奈川県民の認識を捨てるということ。3つ目には神奈川県以外の広告が電車の中で、ね、流れても現在地を把握するということになります。それでは私の実体験から進めていきたいと思います。2023年3月18日、相鉄東急東直通線が開業いたしました。その前提といたしまして、2019年11月30日、相鉄 JR 直通線が以前に開通しております。海老名から西谷で分岐いたしまして、羽沢横浜国大駅を通過し、新宿駅方面に JR が行くことになりました。ここまではまだ、理解ができるんですけれども、次に新しい路線はこちらになります。海老名から新横浜でまで行くためには、西谷で分岐をいたしまして、その次の駅の羽沢横浜国大駅で、さらに東急東横線方面、新横浜方面駅方面と JR 新宿方面に分かれます。また神奈川県民の頭の中で新横浜は JR 線と横浜市営地下鉄の駅という認識がありますので、相鉄 JR 線直通列車は新横浜に停車するという認識が頭の中に入ってしまうんです。なので間違えて乗車してしまうんですね。ちなみに私も海老名から平日の午後4時頃だったんですが、乗ろうとした時に電車の案内を見ていただきますと、これなんですが、新横浜駅に行くのはどれだかわからなくなってしまいまして、また JR 線の新宿行きは新横浜に止まるだろう、 JR の駅だから止まるだろうという認識で間違えて乗ってしまいました。また平日4時ごろ海老名駅に着いたのですが、新横浜への直通運転がなく、また新横浜へどれに乗っていいのかがわからないというのがあります。その時間帯は湘南大発の電車から新横浜方面、東急東横線方面に進む電車が多いために、海老名から発の電車が少なくなります。ですのでまずは西谷まで行って乗り換えるというのが得策だと考えております。そして3つ目の神奈川県以外の広告が流れても現在地を把握するということなんですが、 JR 線直通の埼京線直通の電車に乗りましたので、海老名から乗ってすぐにでなんですけども、有名タレントさんの埼玉県知事選の広告が画面から流れておりまして、今自分は神奈川県の中央部にいるのに埼玉県知事選挙の広告を見ることによって自分は今どこにいるのかわからなくなってしまうんですね。ですので神奈川県以外の広告が流れても現在地を把握するということはとても大事なことかなと考えております。少し番外編なんですが、
西屋の先頭車両で一旦降りて、見てみたんですけれども、女性専用車の、乗車口がございます。朝行く時にはですね、先頭車両が東急東横線なのですね、ちょっと分かりづらいことがありますので、お気をつけていただければなと思っております。最後に、海老名から、新横浜方面に行く時の参加条といたしまして、まとめますと、一つ、どの列車に乗っていいか、早く着くのか分からない場合は来た電車で西屋まで行く。二つ目は、新横浜駅は JR 線の駅という認識を捨てる。3、神奈川県以外の航空が流れても現在地を把握するということになります。このチャンネルでは神奈川県、東京都を中心に貨物列車や貨物駅、特急列車などの動画を配信させていただいております。またこういった少し鉄道に関する乗り換えなどのですね、役立つ情報も載せていきたいと思っておりますので、もしよろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。